おはようございます。釣り子 TV です。今勝から新しい未納ですね。激朝3、IK ジャーク。3D リアリズムカラーのサスペンドモデル。これがですね、釣り具屋さん店頭に並んでいたので、試しに一つ買ってきてみました。価格はですね、2052円っていうことで、2000円超えですね。結構お高いルアーなんですけども、春先の未納パターンに、ハマるんじゃないかなっていうことで一つ買ってきてみました。パッケージはねこんな感じで青色の綺麗なパッケージで、でまあ横はこんな感じで、後ろにはですねすごい細かく説明が書いてあって、でカラーいくつか選べたんですけども、 3DR リアルワカサギっていうのを買ってきましたね。ウェイトは 21g で長さは 130mm ということで、まあ結構ですね、この 130mm 台っていうと激戦のいろんなメーカーから名作ルアー出てますからね、そこに、まあロングビルミノーって感じですかね、唇のこのちょっと長い。でこれの激朝3っていうのも同時に開発が進んでいるようで、もう間もなく店頭だよなんて書いてありましたけども、そっちはリップが短いミノーっていう感じで、この IK ジャークは長いロングビルミノっていう感じみたいですね。じゃあ早速ですね開けていきたいと思います。こんな感じで、ててててて、んはい出てきましたね。これは目を奪うこのリアルカラーね、こんなことになってるんですよ。もう本物のほんと魚みたいですよね。塗装技術が年々どんどん進化していってるっていう感じですけども、これとね通常のリアルじゃない、あまあいわゆる普通のベタ塗りみたいなシリーズ、まああとは金黒とかですね、そういったのはちょっとだけ安い金額で横に並んでいたんですけども、で金黒なんか好きなんでそれ最初買おうかなと思ったんですけども、やっぱりよくよく見るとね、このリアルカラーっちゅうのはね、まあ動きもさることながらこういうパッとねサスペンドミノってことですから、ビッて止めた時にこんなリアルなものがこうサスペンドして浮いてたらね、見た目だけでパクって食ってくれるかもしれないよなぁと、いろいろ一瞬の中でね釣り具屋さんで考えたらいつの間にかこっちの、リアルフィニッシュの方を買っておりました。じゃあリップね、真ん中にこういうくぼみがあって、でこういう感じのリップなんですよね。どれぐらい潜るのかなって裏の説明とかに書いてあるんですかね。ロングビルミノーっていうことで、ちょっとリップ長めで、アイがねこれすごい独特といったら、まあこの切れ目のところに埋め込まれるようにしてありますね。それにスプリットリングがついています。この結ぶもしくはスナップをつけるアイの位置が非常に特徴的かなって、かなり埋め込まれている。これによってどういうことが起こるのかって気になりますけども、で顔周り、この顔ですよね。昔こういうリアルな感じって言ったらね、メガバスの先輩特許みたいなイメージでしたけども、今はもうほんと各メーカーこのエラの彫り込みとかね、なんていうかこの顔の造形っていうんですかね、こういうのがだいぶ進化してますよね。もう本当の魚とかみたいな感じで、で裏には名前ロゴが入っていて、激朝3 IK ジャークっていう風に書いてありまして、網のね模様が塗装されていて、で何にしろこの横のこの塗装、ちょっと 3D プリントってことなのかな、とんでもなく綺麗ですね。でまあ触るとねこうつるんとしてるんで、水は
さっと逃がしそうな、なんていうかジャークしたらキレのあるアクションが出るような、ここが彫り込まれてるとかではなくて、結構つるんとしたこう作りになっているので、ジャッてジャークした時はさって流れるのかななんて思いますけども、でまあ130ミリなんで、ね、トリプルフック、まあ、春先のちょっとした微妙なバイトも、しっかりとかけてバラさないようにとトリプルフックがついていて、でこうフック同士が絡まないようにの横合いですかね、これはそれぞれのフックが干渉して絡まったりしないようにこんな感じになっていてね。でお尻の方はこんな感じですね。いやーなかなかかっこいい感じですね。ちょっとね早速でぶっ飛び仕様なのかなってとこなんで、春先投げていきたいと思います。裏にこういろいろ、まあ、説明書きがいっぱい書いてあるので、ここでサクッとちょっと見ていきたいと思います。激アサ3 IK ジャーク激浮きバスを浮かせて食わす激アサ3のボディパワーをジャークベイトとしてリメイク。激アサ3130開発過程で今井勝隆はそのフォルムの美しさ機能性に惚れ込み、独自に並行開発を進めていたのがこの激アサ3130 IK ジャークです。古くはレーベルスプーンビルミノキッカーイータースレッジ7、そして今勝としてポッパーイーター2とサスペンドロングビルには絶対の自信と実績経験値を持つ今江、その今江が自ら激アサ3のボディパワーをロングビルスタイルでジャークベイトとしてリメイクしたのが激アサ3130IK ジャークです。年々厳しくなる真冬早春の中層サスペンドビッグバス対策として、また秋から冬へのミノーフィーダー化した大型回遊バスを釣る武器としてポンプリトリーブでもジャーキングでも使えるナチュラルフォルムの大型サスペンドロングビルは今にとって開発課題になっていたルアーでした。バスの個体は大型化する反面、個体数が激減したフィールドでビッグベイト並みのサイズ感と水押しパワーを持つ激アサ3130IK ジャークは広範囲からまた水深4メートルレンジからでも悠々とバスを浮かせてしまう就魚パワーを持ち、それをジャーキングによるリアクションで反射食いさせるには十分なアクションのキレとボディパワーを合わせ持っています。そしてタングステンボールマグネット磁着式重心移動の採用でロングビル最大の弱点であった飛行姿勢を安定と円筒性も確保、その優れたロングビルジャークベイトとしての性能を評価し今井自ら激アサ3130IK ジャークと命名しました。で適合タックルが書いてあって 6.6 フィートから7フィートのミディアムアクションからミディアムヘビーアクションのベイトロットで、ラインの太さはですね12ポンドから14ポンドほどのフロロカーボン、もしくはナイロンラインということで、そういうのが使いやすいですよってこう裏に説明書きがこういっぱい書いてあるんですけども、磁着式の重心移動なんですね。これちょっと強めに振らないと動かない、だからここに上から見るとあ結構ガッチリついてるのかな。まああとちょっとシャラシャラ音がありますね。これによってジャークした時にちょっと完全な無音ってわけではこれはないみたいですけども、シャラ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 っていう風に音が鳴るっていうところで、でどういう時に使ってこうかなと思うんですけども、まあ関東の場合だとやっぱ霞ヶ浦水系とか効いてくるんですかね。もう最近めっきりですねやらなくなっちゃってたんですけども、ちょっとこの長めのボディのミノー、まあ、しかもロングビルミノーですね、こういうのポンプリトリーブってこうタラタラタラって引いて止めてタラタラタラって竿のさばきからこう横にずーって引いてきて止めてずーって引いてきて止めて、でこういうのが効く時っていうのが春先結構あって、でいつでもいいってわけじゃなくてやっぱちょっと春の嵐の日ですよね。面倒なあのもう投げるのも億劫になるような雨風強しみたいな時にそれをやると、結構春先釣れたなぁなんていうイメージがあって、自分とかだとデュエルの、ね、
ロングビルミノーとかでよくやって、まあ、やれば結構あのそういう嵐の日に頑張ってやれば50アップが釣れたなんて思い出があったりするんですけど、最近ちょっとやらなくなっていて、っていうのはあの結構ワカサギで引っかかってくるなんだろうサイズが8センチとかそれぐらいの7センチとかそれぐらいのワカサギがミノーによく引っかかってくるもんで、だからあのミノーにしてもまあアシュラであるとか、あとビーフリーズの78とかであるとか、ちょっと小さめのミノーね、でショートリップのものこれを使って釣るっていうのが、あとはそっかあのメガバスのワンテンジュニアとかね、ああいうちょっと小さめのミノをよく使うことが多くなっていたんですけども、ただルドラとか13センチ台のミノとかもね、投げると結構まあポロって釣れてくれたりはしてたんで、ちょっとこういう大きめのミノも使ってみようかななんていう思っていた矢先に、こういったね大きめのこんなリアルシェイプのミノが売っていたんで、ちょっと試しに投げてみたいなと思いまして、あとはあれね、ノリーズのタダ巻きとかね、あれも大きなサイズとかありますけども、あのタダ巻きなんかも自分じゃないですけどね、友達があれの本当タダ巻きですね、この春先の微妙なまだ春になりきるちょっと前の時期にあれをタダ巻きして結構でっかいバスを、釣っているなんていうのも最近、ここ数年あったりしたんで、でもちろんタダ巻きも投げたりね、あとは、ルドラとかでっかいこういったミノも投げてるんですけども、そこにちょっとこういう新しいスーパーリアルフィニッシュのルアー、ぶち込んでみようかななんていう風に思って、買ってきてみましたね。ロングビルミノだから、まああとね根掛かりが怖いんでね、そんなあのここは絶対根掛からないであろうなんていうところとかね、ゴロタイワの、ところとかちょっと投げる場所はここ引っかからないぞっていうところで投げようかななんていうふうに考えているんですけども、とにもかくにもこのリアルカラーですよね。え、まあ投げてるとなんか釣れる気してくるかもしれないですからね、ちょっと楽しみですね。でまあこういったボディで邪悪のキレが半端じゃないっていうような感じでも書いてありましたんでね、邪悪ベイトとしてバン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 って感じで、手首が壊れない範囲でね、そういった釣りでもちょっと使ってみたいななんていうふうに思っております。でまあこの手の大きいミノはね、絶対まあブラックバスのその春先とかの釣りで使うっていうのと、お楽しみは秋のシーバスゲームですよね。鈴木釣りなんかでも徐々にあのイワシとかのね餌のサイズが大きくなっていて、この城が入ってきてなんていうタイミングで、この13センチ台でね、ぶっ飛び仕様のミノっていうのはね、絶対効いてきますんでね、そこでちょっとトッピングとしてこのリップの形状がちょっと違って、でまあ先行振動も違ってて、レンジのね使い分けでこういうのいっぱい集めておくと、各メーカーの集めておくと絶対ねいいことありますんで、そういった意味でもこれシーバスもやるよなんていう人は絶対持っておくと、強い武器になってくれるんじゃないかななんていう風に考えております。何しろ4メーターのレンジから浮かせて食わすってね、もの書いてありますからね、ほんとシーバスなんかだと12メーターレンジぐらいのところでこういうのを泳がしてで浮かせて食わすなんていうこともね必要になってきますからね、そういった時でこういうリアルシェイプ で動きの質がちょっと違うのをトッピングとして持っておくと絶対いいんじゃないかななんて思っております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、この3月に発売された今活のですね激アサ3 IK ジャック、これを一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。